4月感謝の東京新聞の榊原です、はい。それでは知事会見を始めます。冒頭知事の方からご発言をお願いいたします。はい。今日は首都大学東京の入学式がございましたので、この時間からの記者会見となります。いつものように冒頭何本かご紹介してご報告しておきたいことがございますので、まず1番目でございますけれども、こちらニューヨークタイムス、月末3月29日でしたかねの紙面でございますが、こちらビジネスのこんな長いんですけれども、冒頭の、お手元にお配りしているかと思いますけれども、ニューヨークタイムズに広告を掲載いたしました。これは海外の企業経営者、企業家に向けて、国際ビジネス都市東京の魅力を PR して、そして外国企業の誘致を加速化させるということを目的にしたものでございます。そしてこの広告のデザインについては、渋谷 のスクランブル交差点、そこに、Why Not Tokyo と一文字の形で、このように掲載をしたものでございます。このキーメッセージでありますけれども、東京どうっていう、そういう意味なわけで、東京はいかがっていう感じですけれども、今東京でビジネスをすることがベストな選択ですよという意味を込めまして、デザインと一体で、この東京への投資への機運、それから日本で働いて東京で働いてみようというような、そういう流れというものをですね、高めようとするものでございます。でこのデザインの下の方のこの文字情報の中には、東京開業ワンストップセンターはじめとする特区を活用した外国企業の誘致施策集ですね、そこを掲載をいたしております。で今回の広告で、東京でビジネスをすることのメリットをですね、具体的にイメージできる、それから東京へ進出する企業が増加する、きっかけとなればと、このように思っております。ちょうどこの日にですね、3月29日のその日にイギリスでブレグジットが正式に決まり、そしてまたアメリカの方はですね、ニューヨークは今トランプ景気みたいなところがありますけれども、しかしながらいろいろと次にどこにで働こうかという方々もおられることから、こういったタイミングを考えまして、東京はいかがという、そのような広告を載せたところでございます。ちなみにこの渋谷のスクランブル交差点というのは、私たち日本人にとってはごく当たり前の交差点かもしれませんが、あそこにいらしたら、いかに外国の方がですね、カメラ片手に、ああ、ここがスクランブル交差点かと言ってですね、必ず訪れるぐらい、大変東京を象徴するような場所になっておりますので、こういったデザインとなったわけでございます。次にですね、熊本県、4月ですが、被災地、熊本県を訪問いたします。4月の26日を予定いたしております。で今月の14日で熊本地震の発生から、ちょうど1年となるわけであります。改めて被災地の皆様方に、本当に、心からの声をおかけしたいと思っておりますけれども、実際に被災地の実情を確認してまいりたいということと、復興に取り組む地元の皆さんにですね、エールを送っていきたいと思っております。で県内を視察しまして、蒲島知事とも会談をする予定でございます。で視察先ですけれども、地震の被害が大きかった例えば西原村、それから益城町、そして熊本市を訪問をする予定といたしております。それから合わせて県庁内でですね、フラッグツアーを行います。このフラッグツアーのイベントにおきましては、ご承知のようにオリンピック期、パラリンピック期を、旗振りをするわけでありますけれども、それによって、熊本の皆さんに元気をお届けしたいと思っております。
で、私も発災後熊本県には液体ミルクを届けまして、子どもさんたちにですね、ちょうど水が出ない地域にそれをお持ちしたんですけれども、大変喜んでいただきまして、またそのお子さん、とですね、また再会をするというようなことも考えているところでございます。まあ、時間が許す限りしっかりと現場を見てお話も伺ってまいりたいし、オリンピック・パラリンピック期で皆さんに元気を届けたいというふうに思います。それから3番目のテーマでございますが、観光関係になります。これはですね、東京の魅力を海外に向けてアピールするための新たなアイコン、そしてキャッチフレーズの候補案を作成するところまで至りましたので、そのお知らせでございます。昨年来、東京ブランドの在り方検討会ということで、その場で議論を踏まえてまいりました。そしてこの1月からはですね、新しいアイコンなどを作るための取り組みを進めてまいりまして、今回3つ候補案を公表できる段階となりました。いろいろとどこかのロゴに似てるじゃないかとか、そういったことをもうすでにクリアしたものでございます。皆さんの方がよくご存知ね、はい、で候補案ですけれども、まずこの 3案がございます。東京東京ということで、オールドミーツニュー、まあ、オンコチシンみたいな話ですね。それから日本語そのもので素敵東京、それから3つ目が東京ヨアーズという、この3案が出されておりまして、これについてですね、それぞれ皆さんからご意見を頂戴するということでございます。で、1つ目のこの東京東京でございますけれども、筆で書いた東京とゴシック体のこの東京を組み合わせまして、それで江戸から続く、まあ、伝統と最先端の文化が共存するという意味で、上に Old meets New とこのように振って、あります。で、この筆文字のですね、東京の右下に赤いポッチリがあるんですけれども、これがいわゆる書道の際に押される落款でございまして、この赤い印鑑をデザインとしてつけたものであります。で、先ほど の渋谷のスクランブル交差点ですね、これを象徴的に落款のような形にして、これでワンセットということであります。使い方とすればような表示、それから新しきと古きと両方出会うところという意味で、東京東京、オールドミーツニューという形になります。2つ目、素敵東京でありますけれども、これもですね、古い江戸柄の古文からできて、おります。で、まあ、素敵という言葉自体も江戸からの言葉だということでありまして、かわいいとかもったいないとか日本語でそのまま通用するところもありますけれども、これを多用することによって、まあ、世界でも素敵という言葉を広めていくというのも一つ考え方かと思います。で、この模様ですけれども伝統的な模様でありまして、尻尾つなぎをモチーフにしているということであります。3つ目が東京ヨアーズと、あなたの東京という感じなんでしょうか。あなたの興味や関心にふさわしいものを見つけられますよ、東京ではという意味でございます。で、まあ、このように、まあ、にっこり笑った感じで笑顔になる様子を表現して、東京として旅行者心から、まあ、歓迎をするという気持ちも表現しております。ということで3種類ございましてですね、これらの、まあ、3つの中からですね、皆さんご意見をいただければということで、ございます。基本的にこれは海外に向けたものでありまして、アンド東京、ご存知のアンド東京は国内で現在使っているということで、こちらの方も国内的には使うということでございます。
アンド東京という言葉はですね、外国人に知らせるにはよく内容がわからないということなども言われておりましたので、よって、海外への発信をするときにはやはり海外の目を重視したものがいいだろうということで、今回このこれまで、いろんな角度から検討していただいたものがこの3案に集約されたということで、ございます。それから次でございますけれども、こちらも観光絡みであります多摩地域にですね、初めて立川ですけれども、観光情報センターを作ります、場所が具体的に決まりましたので、お知らせをいたします。多摩地域の観光情報をきめ細かく提供するのが東京観光情報センター多摩でございまして、これをですね JR 立川駅の商業施設がございますエキュート立川の3階に整備することといたしました。でこの場所は2階の JR 乗り換え用の通路からの吹き抜けに面しておりまして、乗降客からも目立つ優れた立地を備えているということでございます。でエキュート立川のそれぞれいろんなショップなどとコラボレーションをして新しいスタイルでの効果的な観光 PR を行うということでございます。でこちらは今年6月下旬のオープンを予定をしております。ぜひこの多摩地域にもですね大丈夫か、多摩地域もですね観光スポットとしてこれから日本人はもとよりインバウンドのお客様にもですねぜひ足を運んでもらいたいと考えております。それから次にドローンの特区でございますけれども、ドローンは物流のです物流それからインフラの維持管理ということで、これからますます利用可能な範囲が広がる、期待される革新的な技術であるわけでありますが、今回催しますのはこれは災害対策という切り口でですね、多摩地域の山間部で災害が発生したということを想定いたしまして、なかなか人が近づけないような山深いところですね、そういったところにこのドローンを飛ばしてですね、被害状況を確認をするということで、ございます。でそのための実証実験を行うということでございます。でこのような先進的な技術を用いた実証実験をスピーディーに行うということで、昨年の12月にドローン特区を提案をいたしまして、その認定を受けたところでございます。で4月の17日の月曜日に、奥多摩、それから翌18日には檜原村の方で、それからまたさらに5月に入りましてあきる野市などでですねそれぞれ実験を行います。警察、消防、それから東京都はもちろんでありますけれども、それぞれの市町村の防災担当が視察をいたしまして、より有効な災害対策をその際にドローンをどういうふうに使っていくのかということで、この実験を行うということで、お知らせをしておきます。それから次でございますけれども、情報公開条例の改正に向けた準備をしているところでございますが、東京都公文書の管理に関する条例の制定、そして東京都情報公開条例などの改正ということで、パブコメのお知らせでございます。東京大改革と一丁目一番地はですね、情報公開だということは何度も申し上げてまいりました。で都政の透明化のためにですね、その事案の決定に至る過程を記録をして、それから廃棄の手続きをより厳しくするということで、東京都公文書の管理に関する条例、こちらを第2回定例会の方に提出する準備を進めております。ということで、その行政の手続きも踏まえてこのパブコメを皆さんに呼びかけるというものでございます。で公文書の閲覧の手数料でございますが、こちらについては無料化
いたします。これまで100円だったのかな。でそれから写しコピーですけれども、この交付については1枚これまで20円だったのを半分の10円ということにいたしまして、東京都情報公開条例など、まあ、改正についてもこの同時期に提案をする予定としております。でこれらの条例の案につきまして、皆様方から、パブリックコメントを実施するということで、ございます。詳しくは生活文化局の方にお問い合わせいただき、また都のホームページなどをご覧いただきたいと思います。すいません、まだあります、あと2本ありまして、まあ、今日も首都大学入学式参りました。まあちこちで入学式、ちょうど桜が満開でね、あの新しいこのなんて言うでしょうかね、学校に入る方々って本当に心も新たにして希望に膨らんでいると思います。でそういう中でですね、あの新学期のスタートでワクワクさせながら、胸をワクワクさせながら登校した子どもたちもいる一方でですね、いじめ、そして SNS のトラブルについてもですね、ちゃんとあの子どもたちに伝えるべきものは伝えておかなければということで、スマートフォン用の3つのアプリとウェブサイトを作っておりますので、これについて、お知らせをしておくということでございます。まあ、新しいお友達がいっぱいできるというのは喜ばしいことでありますけれども、一方でいじめやネットを介した、このトラブルが発生しやすい時期でもあるということでございます。でいじめ、それからネットトラブルにあっても、誰にも相談しない子ども、どうしたらいいのかわからないと、この時期にご家庭でもまたいじめのことや SNS の利用ルールについて、話し合う機会がある家庭とそうでない家庭、いろいろあると思います。ということで、そのきっかけ作りとして都の教育委員会が、いじめ、そして SNS のトラブルについての、漫画を通しまして考えることができるアプリ、心ストーリー、それから家庭で決めたルールを登録して、時々通知が来るようになる、そういった SNS ルールリマインダーというこの真ん中ですね。それから悩んだ時にすぐ相談機関に、ここですよと電話ができるアプリ、これは心、空模様チェック、まあ、いろんな名前がついておりますけれども、こういったあのアプリを開発をいたしまして、そして悩めるお子さんがこのどうしようかどうしようかと悩まずにですね、相談できるところ、いやこういった時にはこのようにすればいいんだという、まあ、いろんなあの、このアイデア、ヒントがもらえるように。でもちろんこのことはあの保護者の皆さんと一緒にですね、活用していただきたいと思っております。ということで、こちらの方は教育庁が担当をいたしておりますので、皆さんも一度アプリをご活用いただきたいと思います。それから次にも、これもですね、あのアプリではないんですが、むしろもっとアナログではありません、ありますけれども、まあ、東京を訪れる外国人の方がどんどん増えておりますが、その中でですね、安心して速やかに、まあ、病気にかかった時などにですね、医療機関に、言語の問題を超えて、受診できるように多言語ガイドブック、こちらですけれども作成いたしましたのでお知らせをしておきます。で例えば発熱とか、それから咳などの感染症を疑うような症状が出たときはですね、すぐにあの医療機関を受診するということが、まあ、早期の回復、それから感染症の拡大防止に重要なわけでありますが、まあ、しかし外国人の方々はですね、言葉、それから受診の仕方の違いなどから速やかな受診は難しいという場合が多くございます。そこでですね、ここに、まあ、あのすぐに使える、すぐに分かる、そしてすぐに役立つをコンセプトといたしまして、この3つの特徴を盛り込んだガイドブックを作成したところでございます。例えばあのここに、ですね、熱があるとかですね、お腹が痛いとかですね、これをこの外国の方が自分の言語のところで
同じようにこれ、ですね、中国語、韓国語、ハングルから、それからタイ語などですね、書いてありますので、自分のページのところでここが痛いということをチェックしますと、その日本の先生は、日本の医者、お医者さんは、日本語のところを見れば、ここなんだねということで、痛いところとかですね、何がどうなってシクシクするとかですね、そういったことが分かるというような、そう仕掛けとなっています。英語、中国語、外国語など、5つの言語に対応したもので、ございます。で、2点目はですね、医療機関の探し方や受診の仕方を分かりやすく案内もしております。それから3点目に症状などを指で示して伝えることができるポイントシート、先ほどご紹介した部分であります。ということで、このガイドブックは、都庁、それから羽田空港、それから都内の東京観光情報センター、それから宿泊先ですね、ホテルなど、都内のすべてのホテル、全旅館などにも配布をすることといたしております。で、また都のホームページでも今日からダウンロードすることができるようになりますので、一度記者の皆さんもどんなものかちょっと試していただいて、またここをこうすればいいというようなご意見などございましたら、どうぞまたお寄せいただければと思います。ちょうど年度が変わりましたんでね、いろいろとこちらから報告することが多くて恐縮ですが、とりあえず私の方からいくつかご報告させていただきました。じゃあそれでは最初に幹事社の方から質問させていただきます。はい、豊洲市場の、豊洲市場をめぐる百条委員会ですが、4日の委員会で、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。4日の委員会で予定していた承認尋問がすべて終わりました。延べ24人の承認尋問で明らかになったこと、明らかにならなかったことがあるかと思いますが、これまでの百条委員会の審議について、知事の率直なご所見をお聞かせいただけますでしょうか。はい、申すまでもなく、百条委員会は議会の方でお決めになり、議会の方でお勧めになってきたものでございます。私も豊洲にいかにして決まったのか、誰が決めたのか、というようなことはですね、やり取りの中から分かる部分と、それからまだまだ分からない部分と、両方あったかと思います。ただ議会の方で大変ご苦労されたということについては敬意を表したく存じます。そしてまた真摯にそれに応じられた方々ですね、承知を受けた方々についてもご苦労のことだったと思っております。ただ多くは記憶がないとかですね、肝心なところが分からなかった部分も多かったと、率直に思います。それからあまり出てこなかったのが、なぜ6000億円にまで膨らんだのかとかですね、土壌の対策費が600億円を超えたのか、800億円、超えたのかとかですね、なんかそのあたりのところがそのまま雪だるま式に転がっていったような印象がございます。いずれにしましても議会でのご苦労を重ねてこられたことについては敬意を表したいと思っております。じゃあもう一問それに関連してお伺いします。市場問題の過去の検証について、知事は都政のガバナンスの象徴としても捉えられる、移転判断にも影響を及ぼすとこれまで発言されてきました。これまでの、審議は移転をめぐる知事の総合的、判断にどのような影響を与えましたでしょうか。ちょっと少し抽象的な質問になって恐縮ですが、よろしくお願いします。はい、豊洲築地問題、豊洲市場、築地市場問題というのはですね、まさしく前から申し上げておりますように、誰がいつどこで何を決めたのかということ、ここに関わってくるわけで、だからこそガバナンスという言葉を使わせていただいております。ガバナンスのところで決定をする際に、何か空気のように決まっていったような印象がそれぞれの答弁から、誰もが自分ではないとおっしゃってるわけですから、そのあたりで結局ガバナンスって
は一体何だったんだろうかということを感じるところでございます。その意味でこれからの戦略本部でこれまで総点検を積み重ねてきたさまざまなデータなどの総点検も行うと同時にですね、これまでの豊洲市場が形成されるに至った過程が百条委員会等でこの明るみに出ている部分、そうでない部分、それらを参考にしながら今後のガバナンスの在り方についてしっかりと学んでいきたいというふうに思っております。ありがとうございました。それでは各社お願いします。当てられた方は所属とお名前をですね、述べた上で質問していただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 MX テレビの奥野と申します。都議選まで3ヶ月を切って、近く公約の柱を発表するような党もあるようですが、知事はこれまで都政を続けるか新しく改革するか、都民ファーストを何かを決めるのが都議選だと思うというようなご発言もありましたけれども、都民ファーストの確立に向けて公約の柱には都民ファーストの会としてはどのようなものを打ち出すのか、現時点でのお考えを聞かせてください。都民ファーストという新しいこの組織の中から、中でですね、これまで私は希望の塾の塾長を務めてきたわけでありますけれども、全くある意味で政治とはご縁の、縁のなかった方々、つまり新しいこの地とか新しい流れとかがこの都議会にですね参加をする、もしくは挑むということ自体がですね、私は東京の新しい改革の担い手がですねどんどん手を挙げられるということは望ましいのではないかと思います。特に都政についてこれまで多くの方はご興味がなかったわけで、そこにですね自ら出馬の意欲を示されるというのは、これは清水の舞台から飛び降りるより とても大きな意味がある、それぐらい多くの方々がその決意をされているということ自体がですね、東京は変わりつつあるんだというふうに思います。公約については今それぞれがこの研ぎ澄ましているところと聞いております。私は基本的にその情報公開の部分、先ほどもございましたけれども、そういった点などやはり都政の在り方そのものについて申し上げておきたいと思っておりますし、それから都民ファーストという観点からはですね、どのようにして都のお金をですね、都税を賢く使って、そして都民ファーストのきめの細かい、その行政が可能になるのか、そういったことを総合的に進めていけばと思っております。今いろんな方々が公約取りまとめということで、ご努力されている最中なので、私が全部それを今存じ上げているわけではございませんが、方向性とすればそういうことが必要なのかなと思っております。はい、毎日分のつぶらやです。よろしくお願いします。同じく都議選の関係で、小池知事が今週か日経新聞さんのインタビューで、支持勢力で過半数を目指すというような発言をされていたかと思うんですが、これまで単独都民ファーストの会単独で過半数を目指されるのかなと思っていたんですが、そちらの部分の現時点でのお考えを改めて伺いたいのと、もしその単独ではなく支持勢力含めての過半数を目指すということの場合、今なぜそういうお考えになったのか、その理由といいますか、公明さんとのその連携など関係があるのかとかお聞かせいただければと思います。まず私は一度も数字を上げたことはありません。それから都政をですね安定的に、そしてスピーディーに進めるためには過半数の方々がですねご理解いただける勢力であるというのは、これは当然の話であって、このことについて疑問を抱かれるということに疑問を抱きます。はい。
ということで、皆さんがそれぞれ報道されていることではありますけれども、私は今申し上げたように数字についても申し上げておりませんが、全体のその環境としてですね、都のこれからのさまざまな政策を進めるにあたってですね、スピーディーに、そしてより都民ファーストの観点から進めていくために必要な環境づくりをしていきたいというふうに申し上げたのであって、何も以前から全く違うことを言っているというつもりはございません。メディアの方々はいろいろとストーリーを作られているようですが、私は何も変わっておらず、そのまま進めているということであります。今現在ではその支持勢力でそういう過半数以上を取るという環境を整えたいということですか？基本的にはですから当然の話だと思っておりますので、特にそこに太文字ゴシックで言うつもりはございません。NHK の小島です。今日連合東京がですね、都民ファーストの会の、一部の候補を支援するというふうに岡田会長が、政策合意を結んだ上で、するという発表を しましたけれども、この点について政党ではないけれども、有力なそういう団体がですね、都民ファーストの会を支援したいということを申し出ていることについて、どのようにお感じになっているのかお願いします。はい、連合の皆さんはやはり働く方々の集まりでございますので、例えば私がこの都庁でもってですね、働き方改革を具体的に進めている、といった点や、それからあと女性などの活用といいましょうか、登用について積極的に進めているとか、そういった点について、この共通の認識があるということではないかなと思います。そしてそのためにですね、その連合の支援を受けておられるような議員の候補者について応援をされるというのは、政策の実現を目指すというその一点ではないかと思っております。大変心強く思っております。で、それは都民ファーストと連合との間の合意ということであります。はい、朝日新聞の岡です。今月の1日2日に朝日新聞社が都内の有権者を対象に世論調査を行いまして、で、先ほども質問出たんですが、都議選で都民ファーストの会が単独で過半数を取った方がいいかどうかという質問に対して、賛成と反対が 41% で全く同じだったんですけれども、この賛否二分されたという結果についていかがお考えでしょうか？どちらも大変高い数字だったのを参考にしていきたいと思います。ちなみにその同じ世論調査で支持率で 74% という高い数字をいただいたことも驚きでございましたし、特に自民支持層で見ると 78% の支持率だというので、これも大変驚いたところでございます。基本的にはですね、やはり議論をする場であるという都議会の役割ということについての感覚ではないかと思っております。それについてはですね、この数字の微妙な数字ということについてはしっかり受け止めていきたいと思っております。今驚きとおっしゃられた、その自民の 78% からの数字を驚きとおっしゃられたのは、これ高いと思われた、低いと思われた、どちらでしょうか？高いと思いました。はい、それはなぜでしょうか？非常にこの流れがですね、知事選の時と変わっていないというのが驚きです。知事選の時から自民の支持層の方に、はい、大変高くいただいております。
まず日本テレビの久野村です。話がかかって恐縮なんですけども、今日 WHO の事務次長たちが来日していてですね、改めてオリンピックのタバコのないオリンピックについて強調されているんですけれども、知事としては改めてですね、開催都市として国の児童喫煙対策のについてのお考えというのと、東京都としてどうやって取り組んでいきたいかという2点をお願いいたします。はい、私これについては何度もお答えさせていただいているかと思います。ちょうどその WHO の幹部の方がご来日されているということだと、その機能を質問だと思いますが、受動喫煙防止対策というのは健康増進の観点からは重要ですし、スモークフリーへの取り組みというのはもうこれは世界的な潮流であると。それに加えて東京都はオリンピック・パラリンピックのホストシティでございます。そういったことから今国の方でも健康増進法という名前の中での法律の中での改正ということで、非常に議論もヒートアップしているというふうに伺っております。できるだけ早く実効性のあるしっかりとした法律を制定していただきたいとこう思っております。都の方でじゃあ条例をうんぬんという話もあるかもしれませんが、まずは今の段階は国がどういう法律を作られるのかということについて、見ていきたいと思っております。しかし東京都とすればやはりホストシティということもございますので、その責任もしっかりと噛み締めながらこれからの流れを見ていきたいと思っております。はい、共同通信の恩田です。来週の自民党の都議選の決起集会に招待されている件なんですけれども、その後対応に進展ありましたらお聞かせください。はい、ご招待いただいたことは大変ありがたく思っております。一方で都連の会ということについてはですね、大変ハードルは高いのかなと思っております。ということでまだ結論は出しておりませんが、しかしながら早くその段取りもございましょうし、結論についてはお伝えしようと思っております。産経新聞大泉です。ちょっと話題を変えまして、豊洲問題についてお聞きします。いわゆる小島氏案といわれる築地回収案についてなんですけれども、明日小島先生たちはですね、市場業者に説明を行うということなんですが、都議の反応もいろいろ出ておりましてですね、一部からその、500から800という数字が一人歩きしていて、裏付けのない数字っていうのが問題なんじゃないかという指摘や、また、20年前の、築地回収と違って現在は築地案との検討について、豊洲の後利用、売却なども含めたこともセットで考えなければその築地、存続案回収案として成り立たないのではという指摘があったりもします。今のようなその豊洲の後利用、売却案もセットで考えなきゃいけないというのは、知事のですね、知事を支持している政党の、都民ファーストからも、聞こえてきた話でございます。そういった指摘に対して、知事はどのようにお考えでしょうか。明日ですか、意見交換が築地市場の事業者らと行うということですけれども、小島さん、専門委員としてですね、調査研究の一環として行いというふうに聞いております。で、市場のあり方戦略本部そのものではないということでございます。で、市場のあり方戦略本部で専門家会議、それから市場問題 PT など、それぞれ議論していただいた、そういったこれまでの検証の成果を集約してまいります。で、残された諸課題を総点検するものでございますので、明日のその件についてはそれぞれ小島さんほか
が調査研究の一環として行われるというふうに承知をいたしております。数字についてもそれぞれ の責任でもって検証されている数字を出されているというふうに思います。それからいろいろな意見が出てきていいと思ってるんですね。というか戦略本部を考えるにあたって古い数字とですね、古い数字というのはかつて市場、豊洲の市場がいっぱいこの仲卸も含めてですね、参加者が多かった時代に種地がないと言っていた時代と今その環境が変わってきているということなども勘案した形でのこの研究というふうにも聞いています。ですからこれまですでに投じてしまった莫大な豪華な豊洲市場というものの数字、これはもうすでに投じられたお金でありますけれども、本当にあれが正しかったのかどうかというのも、そのさっきも申し上げたように、百条などでもっと追及すべきところだったのじゃないかなというふうにも思います。いずれにしましても、市場の在り方、戦略本部でしっかりとこの総点検、さまざまなデータも含めて総点検をしていきたいし、また専門家会議も方向性は示されましたけれども、じゃあどのようにというのがまだ出ておりませんので、それを待っていきたいと思っております。すいません。ちょっと後半の部分をお答えいただけてなかったと思うので、改めてお聞きするんですけれども、その築地回収案に対しては、その豊洲のアトリオであるとか、例えば売却するならその売却案みたいなものも含めた形で、築地存続案というのが出ないと、その案としては成り立たないのではないかという指摘が複数あるんですが、そういう考え方に対しては、現実にそうだと思います。やはり市場、今市場のことだけじゃなくて、戦略でございますので、その跡地をどうするのかも含めないとですね、東京都としてね、その費用をどうするんだっていうのを考えないと、市場のことだけではなくて東京都としての行政としての在り方を考えているわけでございますので、ご指摘の通りだとこう思います。じゃあ最後の方にさせていただきたいと思います。はい、すいません、ザページの具志堅です。私も市場のあり方、戦略本部についてお聞きしたいんですけれども、先週月曜日の、会議は、知事の冒頭発言が非公開ということになっていたということがあります。お聞きしました。で、情報公開についての、知事のお考えでは、やっぱりこう情報公開が改革の一丁目一番地だということだったんですけれども、まずこれをなぜ、非公開にされたのかというところの、狙い、理由をお聞きしたいのと、あと今後戦略本部がどのように議論を進めていくのかというところ、集中的にやっていかれるというお話だったんですけれども、会議が具体的にどういう形で行われて、それはまた公開されるのか非公開なのか一部公開なのかというところのも含めて、今後の戦略本部の展開の方法についても教えいただけますでしょうか。はい、基本的に市場のあり方戦略本部も公開をベースにしていきたいと思います。で、特に一方で特にヒアリングの際ですけれども、それぞれ皆さんには本音などもお聞きをしたいということで、相手のそのヒアリングをする方にですね、これが了解を取るということを前提にして、公開ということに進めていきたいと思っております。で、それから、政策形成過程の部分で、どのような形で、このやり取りが行われたかなどについては、しっかりとその記録を残す形で進めるのかどうか、これについても中西副知事が進めることとなっておりますので、しっかりと打ち合わせしていきたいと思っております。じゃあその都度その都度公開するというわけではない、ヒアリングのヒアリングの方によるということになるかと思います。はい、ヒアリング委員会にも、会議とかいろいろやると思うんですけども、その、検討の過程というのはその都度、公開はされる、それをずっとオープンにするかどうかについても検討させていただきます。はい、ありがとうございました。
これ置いとくの。